おっす、霊夢だよ。マリサだぜ。今日もこの名称の名を全世界に轟かせていくよ。だそうです。というわけで A 館9クロスロード。A館9のアプリ版ですね。やっていきますが、今回とりあえず動画にしてますけど、どんな感じでやっていくのかはわかりません。今回で感動のフィナーレを迎えるのか、まさかの最終回、次回はやってくるのか、ガチャをメインでお届けするのか、試合をお届けするのか、練習風景をお届けするのか、実況動画になるのか、逆をついて解説動画にするのか。何の逆だよ。やっぱ解説動画にはならないですね。解説はできないそうです。そもそも今回やっていくのか。やっていけよ。じゃダウンロードしてくるわ。そっからかよ。ご視聴ありがとうございました。危ない危ない、まさかの今回やっていかないパターンになるとこだった。リリース直後からてんやわんやでしたね。しかもアクセス集中が原因だろ。あんだけ事前登録集めてやったー言うてたのに、とにかく無事にできるようになりました。最初に無料10連引けるらしいのでね、そこまでちゃちゃっといきますね。まずは利用規約ですか。これ大事ですから、しっかり内容を確認してチェックつけましょう。はい、同意しませんと。ご視聴、ありがとうございました。いや、ちゃちゃっといけや。はい、ちゃちゃっと飛ばしまして。これですね、無料10連。システムもよくわかってないのですが、とりあえず PSR 出せばいいのかな。PSR の確率は 2% だぜ。なかなかに厳しいな。SR が 8% あるから、メインはそっちになりそうか。で、なんかスルーすればするほど確率が上がるらしいです。まあ、あんま気にせずやっていきましょう。これで手に入る注目キャラってのがありますね。パワプロのライバルといえば怒り守るだぜ。何がどういいのかちょっとよくわからんが、出たらラッキーくらいで。あとジャーマネもいますね。どっちかというとこっちの方が欲しいかな。なんで？ジャーマネだからだ。よくわからないですね。PSR はボーナスがいいのかな。こいついると金の特殊能力が覚えられると、少しリセマラはしようと思ってます。じゃあこの角ダリアが目標か？最低限がそこかな。プラス SR の引きなんかも加えて銀にしていくぞ。はい、まず引きましょう。出ました、ご遠霊。これ PSR 確定っぽいぜ。言うて 20% はあるわけだからな。大事なのはその他だ。SR は1枚と。からの2枚と。ジャーマネですね。ジャーマネも2人以上いた方がいいとかあるのかな。進めてみないとわかんねえな。さあ PSR は。女子だけど選手ですね。ホムラナ。いいのか悪いのかさっぱりだ。はい、2枚目の SR。早川葵。これは事前登録でもらえるキャラだぜ。なんかがっかり。では何回かやり直しますね。よくわかんねえや。でしょうね。リセマラはやってみたものの、どうなったらいいかがわからないから永遠に終わらない。もう進めますわ。あとですね。緊急メンテのお詫びでプラス1500パワーダイヤ。合計で3000もらえたので、最初の無料10連入れて30連しました。その結果がこちら。選手枠として PSR1 人の SR が3人。早川葵は事前登録のですね。そんでジャーマネに。狙いだった角ダリアと、SR 少ない気もするがもういいや。これでやっていきましょう。監督、改めましてよろしくお願いします監督。まずは監督が赴任する高校の設定です。後から変更することもできますから自由に選んでみてください。後から変更できなくても自由に選ぶわい。本拠地を選びます。はいはい、高校の地区ですね。まあ東東京のままでいいかな。高校名
への登録です。あと高校の名前と、とんでもなくいい校名考えてきましたから。その名も下水道橋高校。スイッチ版でやってたのと一緒じゃねえか。もう考えるのめんどかったよね。いい校名考えてきたって言ってましたよね。音声もちゃんとついてるし。下水、愛情込めて下水校って呼んでください。ライバル校を決めるそうです。ライバル校に設定した高校は公式戦の対戦相手として登場することがあるんです。切磋琢磨できるライバルを見つけてさらなる成長を目指しましょう。ちなみに他の監督さんをフォローしているとその高校が優先的に候補に並びますよ。はじめは弱いか普通がおすすめです。さあ設定してみましょう。同じ強さで2校ずつあるんか。こちとら名将と呼ばれし者だからな。自称も自称ですね。おのずと2択ってことになるよな。別にどっちでもいいが、生駒東に郡山ねー。じゃあ岩田農業で。うん、知ってたけどね。以上が学校の設定です。ユニフォームとかも設定しなきゃか。では設定してきます。コンセプトはですね。いや聞いてないです。太陽と月、そして下水です。聞いてないです。ユニフォームはヤンキースのアウェイをイメージしました。なぜアウェイ。新入部員ですよ。で、新入部員が入部してくるのは一緒だけど、ガチャで手に入れた選手を特待生として入部させると、これが栄冠クロスの特徴というか、今までの栄冠9と違うとこ。サクセスにこういう要素あったよな。サクセスの要素が加わったと、栄冠9とサクセスが交わったと、クロスしたと。やっていきましょう。栄冠9クロスロード。多分違いますよね。で、特待生にいろんなボーナスとかついてるから、そこをうまいこと使うと育成が有利になる。そんくらいしか理解してません。特待生が1年ごとに2人、マネージャーは3年に1人入部できるぜ。評判が上がればその数が増えるらしいです。まあ適当に設定しますね。あれ？天才いるじゃん。あ、ほんとだ。これどうなんでしょ？運いいのか普通なのか。編集してる時に気づいたけど、北沢が天才って思いっきり出てましたね。で、その北沢が新入部員のセカンドなんですが、能力も普通に高いっぽいぞ。つうか逆に言えば他はカスみたいなのしかいねえ。オール F で強いんだから。ここも栄冠9とちょっと違うかもな。天才北沢がセカンドで PSR のスズキ、こいつもメインはセカンドだけど、サードとショート適性もあるから、どっちかで使いましょう。鈴木の特殊能力強いでしょ。でもやっぱ基礎能力は低めだな。そういう仕様ってことですな。OK、 じゃあこれでレッツラドン。総合力が枝豆ですね。早く空豆くらいになるよう頑張ります。こんにちは。あ、監督名はうぷ主から取りました。しるべ先生から聞いてお待ちしてました。え、しるべ先生ですか。そういえばどこに行ったんだろ。もうしるべちゃんったら、ここで一緒に監督をお迎えするって約束してたのに。しるべちゃん、先生は神出鬼没ですから、またすぐに会えると思いますよ。しるべってあのメガネか。ずっと見てるのか。それでは改めまして、私はマネージャーで3年生の北見と言います。私たちマネージャー一同精一杯監督や選手をサポートさせていただきますね。現在の野球部の目標はもちろん7月に始まると大会です。とりあえず今回で予選まではやりますか。夏の甲子園大会の地区予選ですよ。予選を勝ち抜いて甲子園出場を目指しましょう。お、これで普通にできるようになったかな。ちょっとオーダー組みますね。優秀な1年いっぱいいますから。はい、おまたー。では進めていきます。この手持ちのカードを使って日にちを進めていく感じですね。左上に書いてある数分進むと、これで4マス進みます。メンタルを鍛える4日間ってことだ。で、緑のパネルに止まると選手の体力回復。こうやって進めていきます。青パネルは何回いいことが起こって、赤パネルは悪いことが起こる。黄色パネルに止まればカードの練習効果アップで、白いパネルはいいことが起こったり悪いことが起こったり、基本的に赤と白を避けて進めてく感じですね。
まあ、最初はカードの手数が少ないからまず無理だけど、それも野球部の評判が上がると増えていきます。超ざっくりな説明でした。監督、ついに今日の倉庫に行ってきます。年に2回しか開かない開かずの倉庫と聞いていますのでドキドキです。何言ってんだこいつは。必要なものがあったら持ってくるので行ってくださいね。ああなるほど。アイテムを持ち込めるタイミングが決まってるのか。このゲーム多分アイテム超大事ですからね。今はまだ全然持ってないけど、カードの数字を変換できるアイテムとかかなり役立ちます。どうやら交換所ってとこで銅メダル使って交換できるのでね。こういうのこまめに集めとくといいですよ。今はまだ持ってないので。おむすびと能力上げるアイテムを適当に。そろそろ指導にも慣れてきた感じですね。こちとら名称ぞ。提案があるんですけど、来月から月の初めに練習指示をしてみてはいかがでしょう。そういうわけで月ごとに練習を指示することができます。個人個人に細かく練習指示ができるので、カードの練習プラス個人でやってる練習、そこの能力が上がってくって仕組みですね。まあ一人ずつ指示するの面倒いぞって人は、お任せはランダムでどれか一つの項目を成長させます。何を選ぶかは時の運です。万能はあと少しで成長を見込める箇所を優先して育てる指示です。総合力に優れる選手を育てたい時におすすめですよ。残りの項目はミートアップやスタミナアップなど、細かく指示を出すものです。この選手はこう育てよう、というものが決まってきたらその時点で細かい指示にシフトするのがいいかもしれません。では監督、よろしくお願いしますね。私は個人個人しっかりと指示出しますよ。なぜなら名称だからな。なぜなら名称だからだ。聞こえてるよ。聞こえた上での無視でしたか。さあ5月に入ったから練習指示だ。うん、もうだいぶ不安定ですね。よくあるよくある。ちゃんと進むかしら。あ、大丈夫っぽい。まあ、こんな感じで一人ずつ指示することができます。実際にやってみますと。ほら細かい。新球種を覚えさせたり、サブポジを習得させたり打席変更まで。とりあえず変化球磨いとくか。でこれもう最初に言っちゃいますとですね。今までの感じで練習指示してやってたんですが、どうやら全く能力上がらないですね。もうこれまでの栄冠ラインとは別物ってことだな。だいぶ進めないと見ていて全く楽しくないと判断しました。今回1年目の予選までやろうと思いますが、次回までにある程度進めておきますわ。どう動画にするか模索中ってことですね。天才とかで喜んでた値バカみたい。はい、上のマスに注目。このバットとボールのマス、いわゆる特訓マスには必ず止まるようにしましょう。これ出てきた時点で逆算してカードを使っていくといいです。この特訓マスは選手に特殊能力を覚えさせる大チャンスなのでね。多少無理してでも止まってくぞ。ランダムで3人選ばれまして、通過鈴木がいるぞ。これはラッキー。ここから1人選んで特訓チャレンジだ。もちろんひいきにしてる鈴木を選びます。すでにこの特殊能力だけど、さらに強化させるか、はたまた弱めの選手を強くするかは人それぞれか、うちはお気に入りをひたすら強化させたい派。特殊能力の内容は微妙ですね。星の数が多いほど習得が難しい。まあ、今回は最初の特訓マスだからな。景気づけに成功例を見せますか。うん、じゃあ星2のアウトコース丸で。これだけで一瞬で覚えますから。という流れですね。台無しだよ。予選の前に練習試合来たわ。これが我らがゲスコーの初陣ということですな。圧倒的恐怖を与えてやろう。はい、頑張って。うん、勝ったら上のルート、負けたら下のルートってことな。特にオーダーは変更なしで、一応紹介しときますか。まずはうちのトップバッター。1番セカンド、天才北沢だ。天才な上に固め打ちに粘り打ち。これはもう1番を打つために生まれてきた天才。2番レフトに白田。いぶし銀でやんちゃな2年生。渋さが光るバッティングと、そして冷静。3番キャッチャー白石。
こちら3年生ですね。3年はそれなりに能力高いね。守備力 D はうちのトップか。そして4番。ショートで鈴木だ。なんせこの特殊能力。だがしかしここまで基礎能力が上がらないとは。弾道を上げてますが未だ1のまま。続いて5番。ライト桑島。2年生です。特殊能力は4番丸。打順は5番です。4番の座を狙う桑島は成長間違いなし、認識間違えてると思うな。6番サードに藤野。メガネな2年生。打球伸び丸というロマン砲。しかし弾道は1。ロマン溢れてますね。7番ファースト小栗。髪型からもわかるように小栗旬に憧れてます。小栗ってあだ名ですか？性格は内気なので魔物を飼ってます。3年だから十分に発動チャンスはあるぞ。8番センター池本。これといって特徴のない2年生。で1年にしてエース。9番投手で三田村だ。まさかのスタミナ G のエース。このゲームマジで能力上がんねえ。逃げ玉と低め丸はいいよね。以上のオーダーで戦っていきます。では試合開始だ。練習試合は自動試合だけらしいです。これは特待生ボーナスかな。プロスピみたいなコンボもあるようだ。ある程度チームできたらオーダーを考えるの楽しそう。で今の総合力で戦っていくわけですな。チーム総合力は2928って出てますが、さっきのコンボがプラスされて、実際は3128スタートと。総合力全然負けてるじゃん。こんなものは所詮数字だ。大事なのはここだよ。どこだよ。さあ頑張れ頑張れ。よっしゃゼロに抑えたぞ。先生先生、先生のチャンス来たーからの先生取ったーからの2点先取だー。いいじゃないいいじゃない。普通にいい試合してるな。三田村5回無失点の好投ですよ。あ、やばい。追いつかれたぜ。もう一度引き離せー。三田村7回途中に失点ないピッチー。こうなったらさよならだ。あ、マジでさよならで勝ったわ。初勝利だー。でも練習試合だから。総合力で負けていても勝てるってことが証明されたな。なかなかの初陣だったぞ。能力上がらねー。これ次回になっても大して変わらなそうだな。あ、戦績ポイントですね。試合に勝ったらもらえるポイントで、これ使ってもアイテムを手に入れることができます。ガンガン貯めてじゃんじゃん使いましょう言うてますね。その通りよ。カルガモのお守り3級。これはジャーマネに装備させるアイテムです。はい、あっという間に地区予選だ。で、今回ここまでやるという目標でやってきましたが。やらないの？いや、まあやるんですけど。何も盛り上がる瞬間なく負けましたね。お疲れした。ということで次回成長したゲスコーをお楽しみに。次回あるかわかりませんが、お疲れした。